はい、おはようございます。大岩スポーツプロスタッフの五味男です。本日はですね、シーズン始め必ず確認してほしい基本ポジションを、解説していきたいと思います。ということで、本日神楽初日やってきました。僕イエーイ雪結構降ってるんですけど、はい、すごく条件いいので、ぜひ神楽にも遊びに来てください。ということで、早速やっていきましょう。まずですね、基本ポジションとして、よくやるのがプルークスタンスなんですけれども、少し足をハの字、ね、三角形作ってみてください。先の方はできるだけ閉じましょう。で、その時、ももが少しこうギュッとひねられて、股関節っていうのは伸びるっていうよりは引く動きになるはずです。これ股関節がこうやっぱ伸びきっちゃった、その時伸びきっちゃうと、もうすでに後傾ポジション、ふくらはぎの方に寄りかかりすぎちゃってますんで、まずはそうならないように、どちらかというとこのブーツのすね、ハングっていうパーツなんですが、ここにこう沿わせてあげるように押すわけではなくて、こう少し触れているぐらいのところでポジションを取ってあげるとすごくベストです。で、その時ですね、横から見た時にこうやって頭だけ突っ込んだりとか、ね、お尻がこれで落ちちゃうとかってならないように、イメージとしてはブーツ履いてるんで、皆さん膝、それから足首は普通に立とうと思ってももう曲がってます。まっすぐじゃないです。なので、ここに合わせてあげるのは股関節になります。股関節を下げる動き、ね、お尻を下げる動きではなくて、ここを少し後ろに軽く引いてあげたポジション、これが基本ポジションになります。ですので、よくある間違いとして膝を支点にしてここから曲げてしまう、ポジションを取ろうとしまう、ね、そうするともう後ろにお尻下がってますので、そうならないようにまずは股関節だけをちょっと引くぐらい、できるだけ膝下は曲げない意識でポジションを取ってみてください。あとはもう手、ね、手の位置を少し、体より肘が前に来るところで構えていただけると非常に綺麗なシルエットが出るかなと思います。まずはこのポジションを基本にして、プルークスタンスでもパラレルスタンスでも構いませんので滑ってみてください。はい、ということで滑りの中で確認していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、オーおい、はい、じゃあ早速滑っていきたいと思います、ね、基本ポジション、横から見ていただいたときにすねに少し、足が添えるぐらいぐっと押さない、寄りかかっても構いませんので押さないように、でその時に股関節をちょっとだけ引いてみましょう。はい、そうすると足首のこのすねの前傾と腰の角度がある程度平行に合ってくると思いますので、そのポジションを確認できたら滑っていきます。じゃあ行きましょう。はい、まあ、こんな感じで、自分で確認しながら滑ってみてください。で、これ斜面の角度、斜度によってですね、やっぱりそのここの深さ、足首の深さっていうのは必ず変わっていきますので、必ずしもここに立てばいいっていうのはありません。状況によって変わってきます。ただし、目安として先ほど言ったようにブーツのタングにすねが触れるぐらいで、膝を曲げる意識ではなくて股関節だけを少しちょっと引いてあげるとすごくいいポジションになります。足裏の感覚としては股関節が伸びているとつま先立ちになる感じがあると思います。対して股関節引くと少しかかとの方にも重さが乗せられる感覚出てくるかと思いますので、そこを基準にしてポジションの確認してみてください。じゃあ、足揃えて同じように滑っていきたいと思います。じゃあそのままお願いします。
はい、こんな感じでいかがでしょうか。ということで基本ポジション、もう本当の基本の木っていうところですね、そこをやってみました。ポイントおさらいしておくと、できるだけすねを押してつま先立ちになるようなポジションは取らない、股関節を少し引いて、お尻は下げる動きではなくて後ろに軽く引き込む。そうすると足裏全体、かかとから母指球あたりまで重さが乗る感覚得られるかと思いますので、そこの位置で斜面に合わせたその角度というものを探して滑ってみてください。ということで、今回はここで終わりたいと思います。ぜひシーズン初め基本ポジション確認して滑ってみてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。高評価、チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。はい終わった